てくれ実況パート2を始めていきたいと思います。あ、なんだこれ、はてなはてなはてなってなんだ、なんだこれ、まあいいか。前回から、このゲームを始めたわけですけども、まだね、まあ、1時間ぐらいやって、登場人物には5人かなぐらいしか会ってないんで、まあ他にもまだまだいっぱいいると思うんでね、まあその残りのメンバーにはどこで会えるんだろうね、いつ会えるんだろう。とりあえず死神ちゃんっていう、キーパーソンというか、キーキャラクターがいると思うんで、このゲーム。死神ちゃん早く見てみたいですね。さあやっていこう。前回この、探偵の味方、まあ、主人公は探偵なんだけど、その同じ探偵である、仲間たちと自己紹介を終えたところの続きからだったかな。さて、最後はユーマ君の番だが、記憶喪失であるということ以外に何か自己紹介できそうな情報はあるか。それがまだ何も思い出せなくて。君が本当に超探偵なら何らかの探偵特殊能力を持っているはずだろう。それもさっぱりで。坊や、本当に何も覚えてないの？普段どんな服を着てたとか、好きな服のブランドとか。服のことしか聞いていませんね。五六発殴ったら何か思い出すんじゃねえか。ちょっと待ってください。エイフェックス君やめたまえ。エイフェックス、こうなんかこの今作の登場人物ってなんか基本的になんていうんですかね、日本人名ではなくて外国人名っていうのかないや、ちょっと名前覚えにくいよな正直弾丸論破と比べると。弾丸論破は全部日本の高校生だから、まあもちろん和名なんだけど今作は日本が舞台ではないので、そのキャラクターの名前が基本的にカタカナだからね、すげえ覚えにくいんだよな我々が直面しているこの不可解な状況はおそらく彼の記憶と関係しているはずなんだ。そうだ、さっきから気になってたんですけど、その不可解な状況って何のことですか？何かあったんですか？ああ、そうだ、我々の旅が少々予定外の事態になっていて、人数が合わない。人数が合わない、人数が足りない、人数が多い。人数？ブッチーが世界探偵機構から聞いていた話だと、この列車に乗る超探偵は、まあおそらく人数多いんじゃないこれ。いや、どうやろう、人数が少ないって言ったら、その足りない人数はもうすでに死んでるっていうこと で、人数が多いって言ったら、その多い分の人数はおそらく探偵ではない、なんかスパイとかじゃないかな。5人の予定でした。あ、じゃあ多い方だね。多い方っていうことは探偵じゃないやつが紛れ込んでる可能性あるな。5人、1、2、3、4、5。こうなるとちょっと主人公怪しくなってくるけどね他の人からしたら。6人いる。私も世界探偵機構からは超探偵が5人集まると聞いていたわよ。だから坊やが超探偵を名乗った時は正直驚いたわ。一筋縄ではいかん仕事だろうと思っとったが、早速厄介な謎を突きつけられたもんだ血が騒ぐの。血が騒ぐ、意味深。分かったろこの状況が。要はこの中に偽物が一人混じってんだよ。僕じゃありませんよこのエーフェックスっていうなんかいかついキャラのさキャラクターボイスさ、これ森久保さんなんだよな。森久保さんって言ったらナルトの鹿丸とか、メジャーの茂野五郎とか茂野五郎がなんかいかついヤンキーみたいな役回りになってもちょっと笑うんだけど。多分直接世界探偵機構に聞いてみる？何かの手違いかもしれないし。スマホ。
メね。繋がらないわ。県外よ。県外そんなことある？六人目の招かれざる客は誰かの。まあ、このおっさん口調的にさすがにこれおっさんってかこれもうジジイだよな。じいさんだよな。ほにゃららだのーとか言うとるから。確かに。どう考えても僕が怪しいよな。この状況で記憶喪失なんて。なんかこういうなんか推理ゲーとかって大体最初の第一章がなんか主人公が疑われるところから大体始まるよね。弾丸論破もそうだし、逆転裁判もそうだし。まさか本当に僕が偽物なのか。僕が6人目で自分でそれを忘れている。なーし、分かったぞ。おい、揃いも揃ってアホ面並べてるおめえらに俺の冴えた推理を聞かせてやるよ。これしかまれやかね、声。話してみたまえ。私が許可する。なんでおめえが許可を出すんだよ。まあいい。俺が思うにジャリンコは偽物じゃねえ。ジャリンコは主人公のことを指してますね。え？やっぱよ、一番怪しい奴が犯人だなんて笑い話にもなんねえだろう。逆にジャリンコは偽物に襲撃されたんだ。記憶がねえっつうのもその時の後遺症だろ。まあそれはちょっとありそうだよね。偽物の目的はなぜユーマ君を襲った？まあユーマになり変わろうとしたってことでしょ。でユーマが乗ってこさえしなければ5人だから人数は足りてたからね。ジャリンコの代わりに超探偵のふりをして列車に乗り込むためだ。だとしたらその偽物が名乗ってる超能力はあの主人公のユーマの超能力を名乗ってる可能性があるからだよね、普通に考えたら。で一応自己紹介の時にみんなの、超探偵能力、まあ、話してくれたんだけど、でも話してないキャラもいたから、まあその話してないキャラが怪しいっちゃ怪しいっちゃ怪しいけどね。計画はうまく進んでいるはずだったが、なんとジャリンコが息を吹き返しちまった。まあ息を吹き返すってか普通にあの殺されるほどのあれではなかったよ、なかったけどな。しかも列車の発車に間に合って乗車してきた。その結果がこの有様ってわけだ。偽物にとって誤算だったのはジャリンコが意外としぶとかったことだろうな。タラン、案外まともな推理ね。いらない子。この中で一番いらない子かと思ってた。いや、こんなお姉さんにいらない子とか絶対言われたくないわ。こんなお姉さんにいらない子なんて言われたらもう寝込むで、ショックで。そいつはどう思う？つまり、僕が駅で倒れていたのは誰かに襲われた。まあでも、そう、怪我みたいなのはしなかったよな。特に怪我をしてるわけでもない。怪我をしてるわけじゃないということは、襲われたというわけではない。まあ、そう、必ずしもそうとは限らないけど、なんかガスとかの可能性もあるからね。あの、よろしいですか？プッチーの推理は少し違います。聞かせてみたまえ、私が許可する。だからなんでおめえの許可制なんだよ。これ、ツッコミキャラだった。この状況はすべて世界探偵機構の仕組み。ああ、それもありそうだね。というのがプッチーの考えです。それもありそう。で、一人だけ脱落するってことなのかな。試験？世界探偵機構の試験官がメンバーの中に。いや、ちょっとありそうそれ。それはありそう。いや、それめっちゃありそうやな。いや、それで言うと試験官年齢的にジジイが一番怪しいけど。年齢的には。だとすれば。ユーマ君がその試験官という可能性もある。僕が試験官？チェッ、上等じゃねえか。世界探偵機構だろうが殺し屋だろうが俺を試そうってんならお望み通り見せてやる。何をする気だ？ひとまず他の招かれざる客がいねえかを確かめる。隠れた協力者がいると厄介だからな。確かめるってどうやって？こうするんだよ。あ、これがエイフェックスの特殊能力なのか。なんか探知型のなんかレーダーみたいな感じなのかな。いくぜ。なんだこの能力、すげえすげえ。なんやねんこのチート能力は。
人間じゃねえだろこれ。列車に乗っているのは俺ら6人だけで間違いないみてえだぜ。6人だけなんかね、まあ、今俺ゼロショーってやつやってんだけど、でゼロショー のタイトルがなんかなんとか列車殺人事件みたいな名前だったんだよね。ということはこの6人の中から1人死ぬっていうことだよね。多分早っゼロショーでもう死ぬのこれで、この今さいるな5人の仲間さ、全員確かね、キャラクター紹介にいたんだよね、確か。全員乗ってたんですよ、確か。あと、パッケージにも確か乗ってるような顔。だから、普通に主要人物だと思うんだけど、そんな主要人物、こんな、ド頭から死ぬの。いや、でもね、最初に死ぬやつって、この、大体、逆に超重要人物なんだよな。弾丸論破シリーズで言うと。最初に死ぬやつが実は超重要人物で、後々に、まあ、死んだけどかかってくるみたいなパターンが結構あったからね。今何をしたんですか。俺の探偵特殊能力、生命体探知。生命体探知。俺は半径50メートル程度の範囲内なら生命体の有無とその位置を知ることができる。半径50メートル。じゃあこの電車の 5両を全部範囲してんの、その範囲内なのかな。どうなんだろう。詳しい仕組みは企業秘密だが、この列車に乗っているのは俺らだけだと断言できるぜ。断言するのは構わないが、君が嘘を言っていないと誰が保証え、確かに。なこと言い始めたらキリねえだろうが。だったらおめえらの能力で確かめてみろよ。そうか、こういう時に探偵特殊能力が役立つのか。だったらあの人の能力でも他に乗客がいるかどうか調べられるんじゃないか。あの人、まあ動物はいない、動物も使えそうだけど、ただ動物乗ってないから こいつのジルだっけの能力使えなくて、ジーさんは念写だったな。念写関係ないで、イタコも関係ない。だからこいつやろうな、超覚だっけ。プッチーやな。メラミさんの能力でできないわね。そもそもこの車内に死人がいるとは、仮にいたとしても服が。メラミさんのいた子能力では。メラミさん、ドラクエの呪文な。メラ、メラミ、メラゾーマ、メラガイア。あ、なんだこれ。もう一回探知しとってのか。何の意味があるんだよそれ。重なっとるぞ顔重なっとるぞ顔。ごめんなさい。おあ、バグってる、バグった、バグってる、バグってる。バグってる、バグってる。怒られちゃったな。ジブチ。それは無理だな。操作する動物がいなければ、君がそのポケットの中にネズミでも隠しも。そうです。ジブチ。じいさん。ザンゲさんの能力って。連射できるのは本館の記憶のみだ。つまり他に乗客がいるかどうかは本館の記憶のみ。懺悔さんの連射は自分の記憶のみ連射できるって、これめちゃめちゃ使い勝手悪いなそれ。やっぱプッチンプリンでしょうね。プッチーさんの能力でエイフェックスさんが正しいか証明できませんか。はい、プッチーもそれを考えていたところです。超聴覚ならたとえ誰かが隠れていてもチートやそれ。心音聞き上げんのマジチートやん。クソチートやんそれ。試してみましょうか。はい、お願いします。ああ、何やってんだこのネクラロリオンナ。ネクラロリオンナ、彼女の超聴覚を使って他に乗客がいないか確かめようというのだろう。ああそりゃいい、ぜひやってくれ。そうすりゃ俺の言ってることが正しいって。うるさい。消えた。え、うるさいんだよ低能ども。怖っ。
低能言うたぞ。失礼しました。少し静かにしてもらえますか。ブッチーは集中したいので。エーフェックスはネタキャラなのか。うお、なにこれ。バクンバクン。メラミの野望。なんだメラミの野望って。この感覚、さっきのエイフェックスさんの時にも感じた。なぜだろう。プッチーさんの聞いている音が僕にも聞こえる気がする。主人公はもしかして他人の特殊能力をコピーであったり、あるいは共感であったり、なんかそんな感じの能力なのかな。もしかして。でも他のみんなには聞こえてない。ああ、じゃあそうっぽいな。主人公の特殊能力は他の人の超能力を模倣であったり、あるいは一緒に感知することができるみたいな感じじゃない。終わりました。ここにいる6人以外の心音は聞こえませんでした。まあでも正直言うとこの電車やからさ、これ走ってる途中でさ、あの線路のそばに人いたらさ、そいつの心音聞こえんじゃね。まあそれはあの AFX にも当てはまることだけどな。ぶっちゃけ。これ縦方向はともかく横方向のさ、ワイドの範囲でもし人が歩いてたり いたらさ、そいつも一応そいつも引っかかるよね。正直言うとよっぽど田舎走ってんのか。息を止めればごまかせますが、心臓の音をごまかすことはできません。つまりこの列車には他に誰も乗っていません。ブッチーが保証します。ほら言った通りだろ。さっきはネクラなんて言って悪かったな、ロリッコ。ロリッコ。でもよ、俺の主張を保証してくれるのは嬉しいが、おめえ俺と能力かぶってね。まあそれで言うとプッチーのが上位互換な感じあるかな。プッチーは500メートル先まで信号を引き分けられます。500メートル。いらないか。どぎついな。うるせえぞ、化け猫クソ女。化け猫クソ女。ともかく二人の超探偵によって証明された以上、他に乗客がいないのは確定と言えるだろう。仮にどちらかが偽物で嘘をついていたとしても、もう片方の証言は信用できるものね。どちらかが偽物。でもエイフェックスさんとプッチーさんは二人とも間違いなく探偵特殊能力を使っていたはずだ。そうだよね。わざわざこんな演出して、偽物でした悪者でしたはさすがないと思うから、まあ、この二人は白と言っていいでしょうね。じゃあ残り三人の動物といたこと念写だよね。まあでもそれもなんかどうなんだろうな。能力を追体験するような感覚があったし、二人が超探偵であることは多分間違いない。まあ個人的にはイタコはちょっと怪しいような気はするけどね。ただ二人の能力を一緒に感じているのは僕だけで、他のみんなは感じてないみたいなんだよな。どうして僕だけがそれを感じてるんだろう。どうしたじいさん、急にボケちまったよ。ボケちまった。諸君らにこの音が聞こえるか。列車が走る音、こいつは運命の車輪が回る音だ。本館らの運命が回り続けるように、この列車も目的地まで止まらずに走り続ける。誰も途中下車できない。だがそれは6人目の招かれざる客も同じだ。途中下車できない。緊急停車とかできないのか。果たしてカゴの中の鳥はどちらなのかの。この枯れかけた探偵の魂に再び燃え盛る炎のような謎を灯してくれるとはな。
悪くない、ワクワクするの。ご冗談を。偽物に何ができるというのやら、これだけ超探偵が揃っているのですよ。という割には、偽物が誰なのかはまだわからないままじゃない。俺は能力見せたし、偽物じゃねえって確定だ。ネクラロリ探偵も合格だ。偽物じゃねえ。で、さっきから余裕ぶっこいてるおめえらはどうだ。探偵特殊能力を使って証明してみせたらどうだ。なあ、メガネキツネ探偵さん。メガネキツネ、あれキツネなんだ、あの耳は。さっきも説明したが、私は動物を扱う能力、該当する対象がいなければ使えない。確かジルチは四足歩行の哺乳類だったらいけるんだよね。人間が四足歩行すればいけんじゃね。無理か。じゃあ容疑者ってことでいいな。お好きにどうぞ。残念だけど私も無理。死体がなければイタコの能力なんて使えないわ。まあでもチャプタータイトルがなんとか殺人事件だから、多分死体は出てくるんだよね。で、死体ができたら女神の能力も使えるようになるのかな。じゃあ、誰が死体になるか、もしくは誰の死体が出てくるかだけどね。まあ、この6人の中から死体が出てくるのか、それとも実際は生きてる人は6人しかいないけど、実際は死体がもう一つある、乗ってるっていう、その可能性はあるよね。死体があれば、あのプッチーの、あの信用関係ないし、まあ、ただその AFX のレーダー探知にも引っかかんないのかどうかはちょっと分かんないけどね。その死体は引っかかんないのかっていうところに関しては分かんないから。これで容疑者2名だな。で、じいさんは見せてやってもいいが、そんなことで容疑は晴れんだろう。6人目の招かれざる客が能力を持った超探偵の裏切り者という可能性もある。ごもっとも。だくそ、考え始めたらキリがねえ。もういい、おめえら全員そこに並べ。今から俺が一発ずつ殴る。気絶したやつはセーフ、本物と認めてやる。だが気絶しなかったやつはアウト。偽物だ。めちゃくちゃじゃねえか。てか別に無理してその見つける必要ないよな、正直言うと。なんか素直に6人でそのまま行けばいいんじゃね。目的地まで。なんかそれがダメな理由があんまなくない、正直。別に無理して見つける必要ないよね。落ち着きたまえ。探偵らしく論理的に行こうじゃない。あの、偽物が紛れ込んできた動機から探ってみるのはどうですかと、プッチーは提案します。なるほど。動機か。可能性の一つは世界探偵機構の試験だったな。他に何かあるか。あるわよ。話してみたまえ。私が許可する。だからなんでおめえの許可制なんだ。アマテラス社よ。アマテラス社。この件にはアマテラス社が絡んでいるんじゃないかしら。アマテラス社。アマテラス社ってのがこのゲームのなんか重要な組織なのかな。この列車も確かアマテラスの列車じゃなかったっけ。その根拠は、ここ何日かずっと誰かに後をつけられていたの。花行への配属が決まってからね。行く先々で物陰に不審な影を見たわ。なかなか尻尾を出さない連中だったけど、いい加減鬱陶しかったから、なんとかおびき出せないかって考えたの。そこで下着姿で街中を歩き回ってみたら、連中下着姿で私の前に姿を見せて。ちょっと待て、今さらっとおかしなこと言わなかったか。ん？何のこと？いや、何でもね、続けてくれ。私、AFX はなんか、ツッコミキャラなんよね。ネタキャラなのね。彼らがアマテラス社の車に乗って逃げるところをしっかりこの目で見たわ。だが、なぜアマテラス社があんたのことを嗅ぎ回る？カナイクのことを探られたくないからよ。それは今も同じ。つまり私の考えとしては、アマテラス社のスパイ、6人目の招かれざる客は、いや、ありそうだな。ありそう。スパイの目的はただ一つ、
カナイクに向かっている私たちを妨害する。それはありそう。そのために超探偵のふりをしてこの中に紛れ込んでいるんじゃないかしら。アマテラス社が一枚噛んでいるというのはありえない話ではないが、根拠が弱いな。アマテラス社の車に乗って逃げただけでは社の工作員とは断言できないとプッチーは思います。まあそれはそうだけど、あのすみません、さっきから何回か耳にしているんですけど、そのアマテラス社って何なんですか？おいおい、マジかよ、そっから説明しなきゃなんねえのかよ。まあいいさ、情報を共有するついでにユウマ君にも教えてあげようじゃないか。そのアマテラス社ってどんな会社なんですか？アマテラス社は一言で言えば、まあとにかく超でけえ会社だな。普通に生活してればあちこちにアマテラス社の製品を見かけるぜ。アマテラス、あ、それは漢字なのね。戦闘機から子供のおもちゃまで工業製品、電化製品、薬品開発、なんでもありだ。でけえ企業には後ろぐらい噂があるのはお約束だが、アマテラス社の場合は叩けば煙幕のごとく埃が出るってのがお決まりの探偵ジョークだ。笑えるだろう。なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。これから向かうカナイクってところはアマテラス社と何か関係あるんですか？関係があるどころか、カナイクアマテラス自治区、実はアマテラス自治区だ。以前カナイクは地方都市の一つに過ぎなかったが、そこを拠点としていたアマテラス社の発展とともに町は変わっていった。あちこちに工場や研究所や関連会社が立ち、気づけば町全体がアマテラス社のものになっている。事実上カナイクはアマテラス社によって支配されていると言っても過言ではない。当然政治はまともに機能しない。しかもカナイクは現在人の出入りもない鎖国の状態。鎖国の状態。鎖国。おかげで内部の情報は外に出てこないが、未解決事件の報告も多数漏れ聞こえている。すでに何年もこんな状態だが、統一政府は統一政府で続けている。アマテラス社が統一政府を含めた世界全体に強い影響力を持っているからだろう。そんな状況に世界探偵機構がしびれを切らし独自に世界探偵機構は世界探偵機構でなかなか影響力の強い組織なのか。結果超探偵がカナイクに集められることになったというのは私の想像だが、ね、詳しいことは現地に入ってみなければわからない。あ、そうなんですね。ありがとうございます。そういえばこの列車もアマテラス急行って言うんですよね。ええ、この列車はアマテラス社が開発した全自動無人運転列車アマテラス急行。世界探偵機構の働きかけでカナイク側が用意してくれたみたい。普段はカナイクに乗り入れる客車はないんだけど、今回は特別臨時便として編成されたらしいわ。客室も人数分あるし、人数分、食堂車も豪華だし、なかなかのおもてなしよね。カナイクからするとやましいことはありませんってアピールするのにちょうどよかったのかしら。ちなみに目的地のカナイクに到着するまでは窓もドアも開かない、窓もドアも開かない仕様になっている。換気は大丈夫なのか。安全を確保するためって建前らしいけど、まるで動く棺桶に閉じ込められているような気分だわ。窓もすべてはめ殺しで、はめ殺し不可能でした。発射前にプッチーが確認済みです。おそらく密航や潜入工作などを防ぐための措置と思われます。一度動き出したら出入り不可能な箱、それがこのアマテラス急行です。時間があったら後で見学してみれば。ただ
一番後ろの5両目には行けない。怪しい怪しいな、5両目みたいで開かないの。故障？ま、それも含めて自分で確認してみるといいわ。あ、はい。さてどうだ、これまでの話に聞き覚えは？何もかも初めて聞くことばかりです。すみません。そうか、まあいい。何か思い出せたら教えてくれ。すげえ、なんかハイボールのお酒が並んでる。で、優しい顔して、実はこいつが偽物だったりして。え、懺悔の杖。死神ちゃんいつ出てくんやろな。 あの今誰か何か言いました？いや、つうかおめえどうしたんだ、顔が真っ青だぜ。温かいものでも飲んで少し休んだ方がいいんじゃない？コーヒーくらいしかない。温かいのはコーヒーくらいしかないけど。ブラックでいける？それともミルクが必要かしら？ジャリンコにはミルクだろ。煽られた。つうか、おめえって何歳なんだ？よくわかんねえなりしてるよな。いいから、とりあえず飲んでおきなさい。温まるわよ。一応登場人物たちの年齢何歳ぐらいなのか知っときたいよね。ありがとうございます。何だったんだ、幻聴なのかな。記憶喪失に幻聴。僕の身に何が起きているんだ。それに僕の身に起きている異変って6人目の存在と何か関係あるのか。まあちょっと関係はありそうだよね、おそらく。そもそも6人目の招かれざる客って誰なんだろう。少し僕も考えてみるか。この中で一番怪しいのって自分言うな。まあ普通に考えたら自分だけど、まあメラミ。あえてジジイ。ちょっとあえてジジイ選んでみていい？あえてジジイ。いや、メラミでいいか。真っ先にアマテラス社のスパイ説を唱えたメラミさん、あれが意図的な誘導だったとは考えられないかな。だとすると、実際に今起こっていることは全く別の意図がある犯行かもしれない。でもいくら考えたところで何一つ確証がないんだよな。僕が本当に超探偵ならこういう時に役立つ能力を使えるかもしれないのに。なんとか思い出せないかな、僕の探偵特殊能力。思い出したところでどうせ役に立たないよ。まただ、またあの幻聴。ああ、もう本当に僕はどうしちゃったんだ。おい、ジャリンコ。え？おめえもこっち来んよ。じいさんが能力見せてくれるらしいぜ。じいさん。名前で呼ばないっていうね。え、懺悔さんが？ただの手品を探偵特殊能力と言い張る可能性もある。何かトリックはないか。君も注意して見ておきたまえ。念写だってさ、歴史上の偉人たちの私服を写してくれないかしら。月の裏側を念写できる能力者もいるそうですが、懺悔さんはいかほどでしょう。月の裏側を念写できる。じいさん、早く見せてみろよ。
本当に超探偵ならできんだろ。では不本意ながら本館の探偵特殊能力をお見せしよう。一度能力を見せておかんと余計な疑念を生みそうな状況だからの。スマホ、 iPhone。 なんだそれ、じいさんの携帯か。黙ってな。名車言うたらそのジョやけどな。ジョセフ・ジョースターやけど、ジョセフ・ジョースターのスタンド能力だよな。したが本館の能力は念写だ。本館が見聞きした情報を記憶から引っ張り出し、静止画ではなく映像として電子媒体に念写。映像？チートすぎやろその能力。てかめちゃ便利だなそれ。記録されるのはおよそ5分前の出来事。あ、5分前だけな、まあ、ちょっと制約はあるな。見てもらった方が早かろう。なんかめちゃめちゃ可愛いね、お姉さんの表情。確かに5分くらい前の光景ね。記録できる長さはせいぜい2、3秒。2、3秒、全盛期に10秒はいけたものだがな。ちなみに記憶が次第に薄れていくように、この記録映像もいずれどういう仕組みなんやこれ。自然消滅、だいたい48時間くらいが。48、2日間なのね。しかし消える前に別の媒体、別の媒体コピーしておけば調査や裁判の証拠としても使えなくはない。裁判？これは本当に念写なのか。この端末で盗撮して。まあ確かにそういう指摘もできなくはないな。確かに本当疑うばっかで何一つ建設的なこと言わねえな。疑うことが非建設的だとでも、疑い抜いた先に本当の真実があるとは思わないか。そうそう、探偵は疑うのが仕事。また現状、記憶が戻らないどころか、だんだん現状もひどくなってきてる。なんだか頭も痛いし、まるで体が自分のものじゃないみたいに。ちょっと坊や、大丈夫？ずいぶんと具合が悪そうね。すみません、なんか頭がフラフラして。少し休んだ方がいいかとブッチーは思います。寝たら記憶も戻るかもしれねえしな。3号車から後ろの客室は全て埋まっているから、君は先頭の1号車を使いたまえ。確か救護室があったはずだ。あそこならこの2号車からも監視しやすい。監視って、おめえほんといい性格してるぜ。大丈夫？付き添ってあげようか。まったく、だらしないな。ごめんなさい。え？何？なんでもありません。大丈夫です。一人で行けます。そうだな。こいつ意外といいやつだよな。すみません。あ、すごい、なんか視界がちょっと暗くなってるな。おい。はい。おい、なんだかんだ気にかけてくれるいいやつやん、こいつら。いいやつやん、こいつら。私が許可する。はい。あの。プッチの介護、なんや、プッチの介護って。
すみません。プッチの介護気になるわ逆に。プッチの介護ってなんやねん。あら、待ちたまえ。すげえ動き方がめちゃめちゃカクカクしてる。身長差やばいな。てかお姉さんスタイル良すぎだろ。でこれ主人公が離れて戻ってくる頃にまたなんか事件が起きたりするのかな。どうなんだろうね。いやそうはないかさすがに。この列車の案内2号車は食堂車なのか。鍵がかかってるんだよ。まずは鍵を探してこないと。鍵どこだ。1号車のどこかにあるのかな。そんなことあんのか。ダッシュボタンはないのかな。あ、トイレにある鍵。あ、そういえばさ、トイレ開かなかったよね。そう、トイレ開かなかったってなんでなんだろうな。よくよく考えたらトイレ開かないってなんかおかしくね今思ったけど。なんだ今の幽霊みたいなのは。あれが死神ちゃんなのかな。そういえばトイレ開かなかったけど、トイレって なんかもしかしてなんか中に何かいたのか。もしかして。おーい、そろそろ起きなよ。もういつまで寝てるの。いい加減ぶっ切るよ。キルのところは殺すってこと。ぶっ殺すってこと。馴染んできた。なんか色合いがゲンガーみたいだよねポケモンの。紫だから。これ主人公の探偵特殊能力がこの死神ちゃんの刺激なのかな。いやそれは関係ないのかな。どうなんだろう。ふわふわちゃん。失礼さまさまちゃん。しゃべってる。緊張だけじゃなくて幻覚も。ああ、僕はもう完全にダメだ。もうしっかりしてよ。俺様ちゃんのご主人様でしょ。俺様ちゃんのご主人様。俺様ちゃんってなんか独特すぎるよな言い方が。主人様。そうだよ。だって俺様ちゃんとしっぽり秘密の契約を交わしたじゃん。は？契約って？あんなに熱い契約を結び合ったのに。熱い契約。ひどい。ハンカチできた。ご主人様だったから捧げたのに。なんでこのハンカチは。幽霊なのにな。汗かいとるぞ。そんなこと言われても。キャッキャッキャー、冗談でした。忘れて当たり前だよね。そういう契約だもんね。ただで死神ちゃんと契約できるわけない。死神ちゃん当然出すもん出してもらわなきゃね。
ちょっと待って。今なんて言ったの？死神？死神ちゃんね。死神ちゃん。死神ちゃん。死神ちゃんの本名とかあんのかな？ただの死神だと物騒だし、不気味じゃん。俺様ちゃんのイメージってそっちじゃないでしょ。ほら、もっと可愛いっていうか、生まれたてみたいな清らかさがあるっていうか。だから死神ちゃんなの。これからはちゃんとそう呼ぶようにね。はい。キャッキャッキャ。ご主人様、いい返事だよ。さっきから僕をご主人様って呼んでるけど、それって君に取り憑かれてるってこと？君じゃなくて死神ちゃん。あ、死神ちゃん。はいはいはい。なんだよこの動作。シュバワード言って。これなんかさ、壁にこれ反射してんのちょっと面白いよね。これ壁にこの幽霊が反射してんのがちょっと面白い。それが記憶なのか。なんか矢印になってる角が。ご主人様はこれまでの人生すべてを投げ出して俺様ちゃんと運命のごっつんこをしたってわけ。まあそんな代償払うぐらいだから、よっぽど主人公にはなんか切羽詰まった何かがあったんでしょうね。じゃあ僕の記憶喪失はそれが原因で。でも契約完了した喜びのせいか、ご主人様はそのままあの倉庫に。じゃあ何者かに襲われたってわけじゃないのか。6人目がうんたらかんたとか。俺様ちゃんと馴染むのに時間がかかったみたいだけど、こうしてやっと会話ができるようになって俺様ちゃん嬉しい。くなくなんかない。どっちなの。で、それよりなんで僕はそんな契約を、自分の記憶を差し出すなんて、本当に僕が望んだの。ごめんね、契約の詳しい内容については教えてあげられないんだ。主人公が記憶なくしたっていうことは、この今のこの主人公の記憶は、あ、記憶っていうか性格は前の主人公と異なってる可能性すらあるよね。いやそれも弾丸論破だったんだよそのパターン。なんかその二重人格というか、そのね、あったよねそのパターン、弾丸論破2で。気になることがあるんだけど。気になること。あのね、ご主人様が気を失ってからかれこれ2時間くらい経ってるんだけど。え、2時間も。うん、俺様ちゃんはずっとここでご主人様が目を覚ますのを待ってたの。えらい。でもね、その間誰も様子を見に来なかったんだよ。まあ救護室に入っていって思われてんのかな。みんな白状っていうか、もしかしてご主人様忘れられてる。そういえば僕なんでこんなところに。ここ1号車の洗面所。そうだ、確か食堂車で具合が悪くなって救護室の鍵を探しているうちにここで。体調管理はしっかりね、ご主人様。ご主人様と俺様ちゃんはもう一心同体なんだから。ご主人様の調子が悪いと俺様ちゃんもご機嫌斜めになっちゃう。そもそも君に取り憑かれたせいで具合が悪くなったんじゃ。もう人のせいにしないでよ。それより早いとこ周りの様子を見てきた方がいいんじゃない。なんかコーヒーカップ持ってる。もう事件発生してんのかな。
もう事件発生 して被疑者なんだかな、主人公が。何が起こってるんだ。火事。謎丸、俺様ちゃんもわかんない。なんでずっと見てたんじゃないの。俺様ちゃんはご主人様から離れられないの。取り付いてるんだから当たり前でしょ。だから洗面所で間抜けな寝顔を見てただけ。外で何があったかなんて知らないよ。じゃあ一体ここで何が。え、燃えてんの1号車だけなんかな。あそこ見て。いや、ドアの隙間から煙が漏れてきてる。本当だ、まさか火事。火事。じゃあ燃えてんの。うひゃー、興奮してきた。なんで興奮してんの。とにかく早く何とかしなきゃ。 どこが燃えてんの。救護室かな、燃えてんのって。あ、救護室じゃね、燃えてんの。何が。死んだ。シルクさん、動物死んだ。動物死んだぞ。早っ。すごい煙だ、どうしよう、早く助けないと。結局死んだね。ご主人様、あれは。ナイフぶっ刺したぞ、完全に。よし、よりにもよって動物が死ぬか。まあそんな特殊能力披露しないからね。特殊能力披露する間もなく死んだ。なんかとがみ白夜的な。いや、グロいグロいグロい。やめろやめろやめろ。ガチグロやんけ。なんでガチグロやんけ。黒焦げ、なんかリアルな黒焦げ死体映すなよ。どうしてこんなことに。でも死体が出てきたから、これでイタコの能力使えるようになるのかなと思いきや、でも服装はもう燃えちゃったか。ねえ、休んでる場合じゃなくて、こういう時に探偵がやることは決まってるでしょ。は？死体の確認。うん、まずは本当にその人が死んでるのか死体の確認をしないと。まあ、でも救護室でわざわざ死んでるっていうことは、救護室に向かったとされてるユーマを、犯人として仕向けたかったっていう真犯人の思惑があると思うから、ということはやっぱりそのまあもう一人今死んじゃったけど、その6人の中で誰かしら明確な敵意を持ってる人がいるってことだよね。僕がやるの。誰か他の人を呼んでからの方が。探偵が死体から逃げてどうすんの。でも僕は本当に自分が探偵だったのかも分かってないし。探偵だよ探偵。じゃなかったら俺様ちゃんの力を求めたりしないし。どういう意味。それはまた後でゆっくり説明するとして、ご主人様が忘れちゃってるなら、俺様ちゃんが教育係になってご主人様を立派な探偵にしてあげる。だからナイフぶっ刺してしかも燃やすって、なんか二重だよね。本当にやるの。当然、探偵が第一発見者なんてカモがネギ見つけたようなもんなんだから。調査開始。さあ、こっから調査パートになるんや。え、これ死体ってメガネくんだよ、ジルだよね、これ。いや、これなんか妙にリアルな死体、マジグロいんだけど。メガネが見える。妙にリアルだな。あー、ジルチ死んだ。ジルチ死んだ。
まあ必然的に主人公が犯人じゃないということは、この4人のうちの誰かが犯人だよね。まあ怪しいのはメラミでしょうね。まあ能力披露してないってのもあるし、まあこんなに言ったら一番怪しいのはメラミだろうな、間違いなく。それは絶対間違いないでしょうね。ジルチ・アレクサンダー君能力披露するものが死んだ。まあでも多分後々登場するだろう な何かしらで、うん、まあ主要人物の一人だとは思うからね。好きなものユーマ、嫌いなもの退屈、存在死神、能力アテナ。待って、身長200センチってこれめちゃめちゃ でかいやん、このじいさん。200センチってでかすぎやろ。で、このお姉さんは185センチってクソ長身じゃねえかよ。モデルか？APEX も結構でかいね。プッチも言うほどチビって感じもな。あ、でか、ジルチもでかい。みんな調子いいんやん。ホビットいねえぞ、ホビット。いや、ホビット主人公だけやん。よし。まあいいや。とりあえず今回は、まあ、キリがいいので、まあ、ここまでにしようかなと思います。まあ、次回から、調査パートっていうところに進んでいく。調査パートからやっていきましょうかね。調査パート進んだら、これなんか、裁判とかあるわけではないと思うから、まあ、裁判はないけど、その、推理を披露するフェーズはあるでしょうね。で、それで多分、物語は、進行していくんじゃないかな。でしょうね、きっとね。うん、探索、調査、で、最後推理披露して、っていう流れじゃないかな。まあ、逆転裁判パターンだよね、やっぱね。うん。よし、ということで、今回は、ここまでにします。ということで、ご視聴ありがとうございました。